方でーす。はい、こんにちは、ポーチンです。今日はですね、ちょっと急遽の撮影なんですけれども、最近なんか新しく始めたマジシャン YouTuber っていうのがいて、で、名前がね、なんとかって、ちょっと英語だからわからないんだけど、多分日本人じゃない、フランス人かなだと思うんだけど、結城なんとかって。で、その人がね、まあ、今登録者1000人ぐらいで、まあ、いつも見てた、チェックしてた、監視してたんですけど、とうとうね、俺の名前を使ってタイトルに入れてね、視聴者を釣り出したのでね、まあ、これはちょっともう黙っておけないなということで、ちょっと急遽撮影しておるわけなんですけれども、まあ今ね、結構グンと来てて、いろんな視聴者からもね、知ってますかとかいろいろ聞かれるんだけど、まあ僕、まあ動画にね、うちの動画にコメントあったっていうのもあって、まあ、大体10人ぐらいの時から知ってるんですよ、登録者が彼のね。で、そっからね、まあ毎日、まあ、チェックして、まあ見てるんだけど、まあまあファンといえばファンかな。ただね、まあちょっとそれは置いといて、ちょっと一個お前に言いたいことある。ゆき、おいゆき、ダメだろう、お前俺より上手いじゃねえかよ、ダメだろう。それは俺の芸風はな、他のマジシャン YouTuber がみんな下手っぴだから成り立つ芸風なんだよ。そこに俺より上手い人来ちゃったらダメだろう。おい、ゆき、どうしてくれんだよ、おい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 。まあ、ただね、この人、日本人じゃない、多分フランス人だと思うから、まあ、日本人はまだちょっと譲れないんだけども、まあ、結構ね、来てると思います。で、なんでこういう動画にしたかっていうと、まあ、彼がね、5000人、1万人ぐらい行ったら、まあ、こういう動画作ろうと思ってたんですけど、まあ、俺の名前出してね、釣り出したっていうのもありますけれども、まあ、どうせね、どうせ伸びるから、この人。どうせ伸びるから、まあ、この動画撮ることで、ね、彼に得しかないと思うんですけど、どうせ伸びるから、お前、あの時、俺が動画を作ったおかげで伸びたんだぞ、とね、できるように、先に、スリスリしておこう、っていうことなんですけども、この器の大きな大きな、ポコチンがですね、あなたに一つ、アドバイスを、授けましょう、勇気。さん、あなたの動画ね、私は毎日欠かさず見ているただのファンとしてね、一言言いたい。企業秘密なところはね、ちょっと結構いっぱいあるんですけれども、一つアドバイスとはね、これ真面目なアドバイスだから、概要欄をね、もうちょっと使いこなした方がいいと思います。あなたは、まあ、まだ YouTube 始めたてで何もわからないと思うんですけれども、大体の動画にね、前回の動画で、とか言って、まあ、この間言ったんですけれども、っていうワードを結構使ってるんですよ。まあ私は毎日欠かさず見てますからね、結構な頻度で使ってるんです。それはね、あんま良くないです。そういうのを使うときに、まあ、そういう言葉をね、使うときは、概要欄を使いこなしてください。なんでかっていうと、今、ぐんと伸びたわけじゃないですか。ほとんどの視聴者が、新規のお客様なんですね。新規のお客様が見たときにどう思うでしょう。前回言ったんですけれども、いや、わからないから。だから前回言ったんですけれども、前回の見てないんだったらちょっと下を見てくださいみたいな感じで、やらないと、こうね、ん？前回わからんしって言ってね、そのままブラウザバックしてくる人来ちゃうから。だからまあそういう場合は、概要欄にきちんと貼り付けてね、よければ前回のも見てください。常に新規のお客様に向けた発信。今はですね、フルザンのリスナーさんに向けてやってると思いますけど、常に今伸びてるところだから、新しい人どんどん入ってきます。常に新規のお客様に向けた動画作りを行くと、すぐね、もうほんと、伸びると思います。ゆうきさん、俺と、パチンコパチスロで勝負しようや！